オス別炭鉱は、北海道釧路市に存在した炭鉱。下から川沿いに数カ所の鉱鉱が存在したが、主力は、オス別通道であった。保存されているオス別鉄道8722号、釧路市、釧路製作所1919 19年12月7日に、北海大工鉄道株式会社が創業。翌年、鉄道の布設と炭鉱の開発が開始された。 1923年1月17日に鉄道が完成し、炭鉱の創業が開始されるが、1924年に三菱工業が買収し、以後、子会社として分離されるなどの経緯はあったが、三菱財閥系の炭鉱として存続した。1964年に最大出炭量を記録するも、エネルギー革命の波には逆らえず、さらに1969年に、 もじり高校内爆発事故を起こしてしまったために出炭を中止。翌1970年2月にオス別炭鉱の散々は閉山に追い込まれた。突然の閉山のため解雇された3737 37人の作業員らは行き場を失ったが、当時は高度成長期で人手不足の状況もあり、3月には奥地の炭鉱町へ転職を勧誘する会社が殺到。 作業員の他家族にも給食の手が伸びる売り手市場となった。作業員らの多くは炭鉱の仕事を諦め、待遇の良い関東地方などの職場へと移っていった。閉山に至る前後の経緯はオスベツ炭鉱を参照のこと。山間閉地であったことから、閉山直後より企業城下町となっていた集落群は無人地帯となった。 病院などの施設は減損しているが放置されている。なお、オス別周辺は国有林であり、現地へ行く際は入林許可を受けなければならない。また、周辺はヒグマの生息地でもある。減損する建物は荒廃が進んでいる。携帯電話も県外となる。2007年に経済産業省が近代解散として認定したため、保存に向けた動きも出てきている。 ABC 串路市地域史研究会、串路市統合年表、串路市赤ん町、温別町合併1周年記念串路市、2006年10月。吹雪の山で、求人合戦社宅付き老人も、か700社以上が殺到。朝日新聞昭和45年3月9日、長官、12班、15面。ありがとうございます。